ついにヨシキンがテレビデビューを果たしました。はい、どうもヨシキンです。いや、もうね、すでにね、見ていただいている方がね、まあ、多いとは思いますが、ね、ついにヨシキンが、テレビデビューを果たしまして、ね、ゴールデンタイムの、ね、そのタイトルが、真夏の絶叫映像、日本で一番怖い夜ということでね。いやー、もう初のテレビデビューですよね。ね、これ本当にね、喜ばしいことなんですが、ね、ちょっと怒っております。ね。内容に関しては全然いいんですけど、ね。俺言いましたよね。撮影に来られた方に。ね。いろんな契約書とかも書きましたよ。ね。いろんな契約書とかにもサインもしました。ね。事前にこういった情報を流さないでくださいとかいろいろね。ただ、俺言いましたやん。放送日、ね。いつ放送するのか聞いて、まだちょっと決まってないって言われたんで、じゃあ放送日決まったら、電話じゃない、連絡してくださいねって。ね。言いましたよね。言いましたよね、俺。ね。せっかくですよ。ね。ヨシキがついにね、テレビデビューすることが決定しましたみたいな動画でさ、ね。再生数を稼ごうという作戦が。もう、あれですよ。ね。先日、仕事してたら、これヨシキさん違いますかみたいな感じでね。なんか言われて、えとか思って、もうとか思ってさ。もうやってんだよ。放送してんだよ。ね。もう録画もできてないわ。録画もできてない。ね。言うてよ。そういうとこですよ。そういうとこ。ね。テレビ局の人がね、最近ね、ネットの世界で戦えるのは、そういうところ大事ですよ。ね。放送日決定しましたと。ね。それは言うてくれないと。本当に。もうそこだけですよ、怒ってんのは。ね。まあでも内容に関しては、あれですよ。忠実に、よくあるね、マスコミとかはね、嘘ばかりとか言ってね、なんか勝手に編集されて話をもらえてるんじゃないかとか、いろいろね、あるじゃないですか。それとか全くね、俺が話してるとこ関係なくね、なんかうまいことカットしてね、切り抜いて違う話にしてたり、そういうことってテレビってあると思うじゃないですか。ね。で、今回に関してはね、これ、真夏の絶叫映像ね。日本で一番怖い夜っていうことなんで、ね。本当になんかこういうのってね、デマばっかり集めた番組じゃないかって思ってる方いっぱいいらっしゃると思うんですよ。本当に。でね、このテレビを見た人も、ね、俺の YouTube のチャンネルを見に来て、ね、本当なんかなって思ってる人いっぱいいると思うんです。ね。これね、本当です。今回これ話してたね、内容、本当です。マジで。ね。大体都市伝説とかのね、陰謀論語ってるやつってね、嘘ばっかりで嘘つきばっかりみたいなイメージあるでしょ。これ、ほんまですからね。ね。ほんで、これで語ってた動画も残ってるんで、ね。それも見てください。これ、本当だから。ね。これ、俺の動画ってさ、台本作って、ね。その通りに喋ってるわけじゃないから、リアルタイムなんですよ。なんか噛んだな。リアルタイムでしょって言っちゃったけど、ね。この猫の人形が送ってきて開封してね。で、鼻が痛いとか言って言ってんのもあれ、本当にその場で開封してその場で鼻が痛かったから。ね。本当なんですよ、全部これ。ね。ね、大王のね、子供のね、耳が真っ赤に腫れてね、ガーってこう、猫の血、引っ掛け傷みたいなもうバーってなってたもん、ほんまなんですよ。ね。いまだに言われるもん。大坊に。お父さんが、ね、変な猫の人形を、ね、飼ったから、ね、こんななったんや、と怒ってますよ。大坊も。でもね、ほんまなんですわ。これ。ほんまなんです。ね。ということですよ。ね、テレビ見てる人ってね、絶対それが気になってたと思うんですよ。この話ほんまかと。ね、YouTuber がね、話持ってるんじゃねえのと。ね、再生回数稼ぎたいためにね、適当なこと言ってるんじゃないのって思ってるかもしれないけど、これほんまなんですわ。マジで。ね。ただね、まあ、おかげさまで、
再生数じゃないわ、チャンネル登録者数は久々に若干増えました。若干ね。でただね、俺ねツイッターでねチェックしてたのよ。ほんならね、俺が話してる内容より俺のコレクションにね食いつく人がめちゃくちゃいてね、確かに怖い話してんのに俺のコレクションね全部モザイクで消えると思ってたんだよ。俺の中ではね、さすがにこの部屋のコレクションとかあったら怖さがね半減するやろうなと思ってたんですけど、割と映ってるんだよね、割と。でそのコレクションの中でね、あのソフビーとか言ってジェットジャガーめちゃくちゃ食いつかれてたからね、あとダルマさんだとかね。ただ良かったなと思ったのは、今まで応援してたねソフビーアーティストさんのソフビーとかフィギュアもバッチリ映ってて、それに対してその作った人ね、アーティストさんが反応してくれたのが一番嬉しかったですね。登録者数はあんまり増えなかったけど、チャンネル登録者数は若干でしたけど、若干増えた程度でしたけど、いやでも良かったっすね。もう俺の話はあんまりでしたけどね、俺の後ろにあったねフィギュアソフビーね、これ宣伝になったんじゃないですか。これアーティストさんのね、さまざまなアーティストさんの作品が地上波デビューですか ね。俺が今まで応援してたね、いろんなアーティストさんのソフビとかフィギュアも映ってたんで、いや、良かったです。そういった意味ではね。そういった意味では。ね。いや、もう買っといて良かったもん。いろいろ買ってね。並べといて良かったですよ。並べといてっていうか、普段から並べてるんですけど。ね。ということで、ね。ソフビを作ったアーティストの方とか、そういった方、ね。もしよかったら、お願いします。お願いします。送ってきてください。ね、ソフィー送ってきてくれたら、並べとくんで、宣伝になるかもしれないですよ。また来るかもしれないよ。またテレビ局とか来るかもしれないんで、ね、ヨシチンに、ね、動画で紹介してほしい人とか、ね、並べといてほしい人とか、いたらもう、送ってきてください。飾っときますんで、ね。送ってきてください。もう、ただソフビが欲しいだけっていう。ね。まあ、ということですよ。ね。ということです。ね。テレビを見て、ね。この動画見に来てくれてる人もいっぱいいると思うんで、ね。今日も増えてましたからね。今日も若干。ね。そういった方は、この動画を見て、ね。あ、テレビって全部嘘じゃないんだって。ね。本当のことってあるんだっていうのをね。知っていただきたい。あれ本当ですからね。何回も見ますけど。ね。あれはもう、ただでも、なんかめちゃくちゃ怖い呪いっていう感じじゃなくて、すぐに治ったんですよ。後日談として。言うてたかな、あれ。俺テレビのちゃんと見てないからあれですけど、めちゃくちゃ子供のね、耳真っ赤になったのに、あれ、早瀬さんに送って、もう、次の日ぐらいですよ。次にか、1日2日で、綺麗に後も残らずね、治りまして、ね。だから子供のね、大暴の心配されてた方はご安心ください。めちゃくちゃ元気で、傷が、全く傷残ってないです。ね。全く傷残ってない。ね。元気なもんですよ。元気なもんです。ね。ということです。ね。これからも、ね、このチャンネルでは、まあ、都市伝説や、また、もしかしたら、呪いの、ね。呪物も紹介するかもしれないです。ね。まあ、ただ、当分ないとは思いますけど、怒られてますから。まあ、割とちょっと怒られてますからね、嫁さんに。割とね、ちょっとですよ。ね。まあ、そらそうでしょうね。まあ、その直後っていうか、その時は、今はもう笑い話で済んでますけど、その時はちょっと怒ってましたね。何でもかんでもね、買うからやと。ね。何でもかんでもね、そういったもん買うからこんなことになるんや、言うて怒ってましたよ。まあ、そらそうでしょうね。調子に乗ってね。もう、でも買ったんじゃないよ。譲ってもらったんですから。ね。呪いの、ね、ツイッターで、誰かに譲りたいみたいに言うてはったから、あ、これは話題になると思って、ください、ください、言うて。
送ってもらったんですけど、ね、何でもかんでもね、その呪いのものって言われてんのに、最初から呪われてるって、呪いの呪物だって言うてんのに、それをね、調子に乗ってもらってね、で、子供の耳がね、こんな真っ赤になったら、それは怒られますよ。それは怒られます。ね。だから、まあ、もう今後は、そういったもの何でもかんでもね、買うなと。呪いのものとかそんなものね、調子に乗って買うなって言われてるんで、まあ、当分、まあ、買いはしないですけど、買わないと思いますけど、ね。まあまあまあ。でもまあ、そんなに呪われてなさそうなね、呪いの呪物みたいなのはね、まあいいんじゃないかなと。あれ、見ました？俺、あるんですよ。あの、ハッピーセットのね、泣いてるリカちゃんみたいなのにゲットしまして、ね。もうアンハッピーセットなんですけど、全然ハッピーじゃないの。アンハッピーセットなんです。ね、これはあの誰かから譲ってもらったんじゃなくて、ハッピーセットのリカちゃんをゲットして普通にね開封したら泣いとったんですよ。ね、涙がスーって。これはそういった動画残ってるんで、開封するところから残ってるからね、これまたねやらせるじゃないかと思う方いるかもしれないです。ね。でも普通に商品紹介で今日はハッピーセットのリカちゃんをゲットしたぞーみたいな感じでね、開封して開けたらね、泣いとるんですわ。泣いとるんですわ。全然ハッピーじゃねえじゃねえかみたいなことをね、オチで言うてたんですよ。それはあるんですよ。その辺に。その辺に、どっかあるんじゃない？あ、ほらほら、あるやん。やったやったやった。また髪の毛も若干伸びてきてるんじゃないかな。これが、その、若干泣いているリカちゃんです。じゃーん。お分かりであろうか。見て、この、この絶妙な位置に、このね、こんな印刷ミスある？悲しいわ。悲しい。ボケてるかわからんないかわからんかな。ね？このリカちゃんはね、なぜか、こうね、ピントが合わない。ああ、はい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 、ほら。ね？こんなことあるんだなと思って。ね？アンハッピーだなとか思ってさ。ハッピーじゃないなみたいなオチでね、動画を作ったんですけど、これは大丈夫です。そんなに、そんなに呪われてるからないでしょ。まあ、ちょっとね、切ない。眉毛も若干ね、切ない感じなんですよね。ちょっと眉毛も下がってるし。もうこの表情、ね、髪の毛も若干伸びてる気もするし。髪の毛が若干伸びてるっていうのは、これまあそういう素材じゃないかって思うかもしれないけど、ね、この足の部分より下になっていってるから、ほら。ちょっとずつ伸びてるみたいな絶妙な感じ、ね、でもこれは大丈夫です。誰も傷つかないね。若干ちょっとセンチメンタルになってるだけなんで、リカちゃんがセンチメンタルな感じになってるだけなんで、これは大丈夫です、ね、こういうのは大丈夫です。他にもね、ホピ族のね、なんか呪物みたいなね、よくわからん置物とかね、なんか手に入れたらね、なんか40度以上の熱が出てね、寝込んだね、呪われてそうな石みたいなね、あるんですけど、そういったのはね、大丈夫でした。まだ。まだ大丈夫でした。ね。あの、猫の人形はね、まあいろいろバックボーンがあったんでね。だからそういった意味でも、いろいろあったんでしょうね。だって手に入れる前からこれはこういった呪いっていうかね、こういったことが起こりましたみたいなね、そういった前情報があるとね、呪いってね、効果がね、割と出るんですよね。呪いって大体そういったもんなんですよね。呪いっていうのは。ね。そういうことなんですよ。ね。はい。ということです。あの、よかったらチャンネル登録&高評価お願いします。以上、ヨシキンでした。バイバーイ。オタクのエイヤ、チャンネル登録よろしくね。